てはこの問題を前に出て解いてもらう。それじゃあ死んだふりをしているももけんくんに解いてもらいましょうか。先生あんまりだ、くたばれ。うるせえ、早く来い。下等生物、先生はこのクラスの神なんだよ。先生ももけんに解けるわけありませんよ。ももけんはクラス1のバカですよ。わら、それにももけんはいつもわけのわからないことばっかり言ってるしよ。脳みそがダチョウ程度しかないやつに期待しても無駄ですよ。わら、こらこら皆さん、そういうことを言ってはいけませんよ。確かにももけんくんはクラスの恥さらしで脳みそがダチョウ程度しかない下等生物ですが、下等生物でも同じクラスの仲間です。優しく見守ってあげましょう。おい、ダチョウ以下の下等生物、ちゃんと解けるのかよ。俺ですらできない問題ばかりだぞ。ふっ、あ、こいつ鼻で笑いやがったぞ。バカのくせに生意気だ。どいつもこいつも本質が理解できないバカばかりだ。バカの定義なんて一体何を思ってバカと言っているのか。こんな問題方式を使えばなんてことはない。まず1問目は、大谷を獲得したドジャースがエンゼルスに1014億円分のバスを提供して。1014億円分のバスってなんだ。そんなにバス提供してどうする。その前にドジャースが破産するだろ。そこで大谷とカーショーが従順して大谷カーショーになって。ギャハハハハハハ。相変わらず意味不な言動だぜ。わら、柳の上に猫が寝転んで猫柳になるから、答えはせんだ。正解だ。だが一体どうしたらそんな数字が出てくるんだ。大谷カーショーからなんでいきなり猫柳になるんだよ。頭の中どうなってるんだ。適当なこと言って当たるわけねえだろ。まぐれだまぐれ。そうだ、まぐれで正解しやがって。おいももけん、下の問題を解いてみろ。俺でも解けない難問だぞ。海苔の佃煮にジャムを混ぜたおじいちゃんが孫の誕生日に廃家電製品を組み合わせて作った車をプレゼントして、孫が大喜びしている最中にそれを孫の顔面にぶちまけて、それでイギリス人とアルゼンチン人がホテルで合体してそれでイギリチン人になるから、答えは4だ。一体どんな計算したらそんな数字になるんだ。こいつの頭の中で何が起きているんだ。イギリチン人って何？嘘だ。こんな2本足で立っているだけの人間もどきの下等生物が正解できるなんてありえない。そうだそうだ。ダイエットコーラコーラ。おい、人もどき野郎、残りの問題全部解いてみろ。俺にも解けない難問だぜ。残りの問題解けばいいんだね。ね、不従順した大谷カーショーがいて、そこにポタラを持った山本由伸と不従順して大谷カーショー由伸になるんだ。人類史上最強の野球選手が誕生しちゃった。巨大な隕石が打ち上がって、それと同時に恐竜が空高く飛んで大きな木になっている木の実を子供がじっと見つめているんだ。そしてその木の実が運よく落ちていて子供の口の中に入るんだけど、あまりのまずさに失神しちゃったから、上から答えは191615だ。誰かこいつの言っていることを翻訳してくれ。何？あんなめちゃくちゃな文章の中から正解を導き出したのか。こんな紙のおふざけで作ったようなやつが全問正解だと。嘘だー。先生、他の問題も出してみてくださいよ。じゃあ、東京饅頭大学の創設者の名前は？じいさんとばあさんがマルビナス諸島で殺し合いをして、そこに巨大な隕石が落ちてきて島が全滅しちゃって、運よく生き残ったじいさんとばあさんが仲直りを印にスゴロクをしたから。マルビナス諸島ってどこだよ。わかったぞ、あんこよいっちだ。お前、何でもわかるのか？何でもわかるよ。それが勉学以外のことでもか？もちろんだよ。お前は人類史上最悪の出来損ないと思っていたが、今日の授業でお前を見直したぞ。そこでだ、お前に頼みがある。今度の週末に G1 があってな、どの馬を買えばいいか教えてくれるか？ガルチェリとサッチャーがガチャガチャと SM プレイをしてて、ガルチェリが心臓麻痺を起こすから、先生が買うべきなのはスペシャル、バカボンだね。あのデビュー以来負け続けているあの馬か。確かに当たればでかいけど。大丈夫大丈夫、その馬が来るから。わかった、その馬を買おう。俺は信じないぞ、お前が天才だなんて。インチキしたいだろ。そうじゃなければ俺がお前よりバカなはずがないんだ。インチキをしたという証拠があるのか？だって梅干し程度の知能しかないお前があんな難問正解するなんておかしいだろ。僕は電卓なんて使ってません。わら、てめえ、そもそもお前スペシャル、バカボンという馬がどんな馬か知ってるのか？あの馬はお前と同じで神様がおふざけで作った馬って言われてるんだぞ。つまりクズってことだ。しかも20連敗中だぞ。そんな馬が勝てるわけがない。じゃあスペシャル、バカボンが勝ったら何してくれる？勝ったら裸で投稿してやる。俺も裸で投稿してやる。もし負けたらお前は俺たちに土下座しろ。人類の恥さらしが生きてごめんなさいって土下座するんだ。いいよ、やってやるよ。わら、よし、その言葉忘れるなよ。そして G1 当日、いよいよ競馬ファンを待ちかねの G1 の日がやってきた。私が勝った馬券はモモケン推薦のスペシャル、バカボン大穴で900倍だ。これで本当に勝ったらどえらいことになるぞ。さあ、各馬一斉に警戒、各馬一斉にスタート。スペシャルバカボン、スペシャルバカボンが伸びてきた。最後の直線だ、そのまま行け。スペシャル、バカ企画、4回が20で止まりました。やったー、単勝で900倍だ。 G1 の翌日のチルノトキネイマルは裸で投稿してきた。結構癖になるかも。
もう明日から学校行けない。あはははは、本当に当たっちゃったよ。笑結婚しただけなんだけどな。